こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。販売許可が必要な商品。FBA 納品設定を進めていくと、次の表示が出ることがあります。セリングアプリケーション。許可が必要ということです。で、この段階でね、相談いただくんですけど、まず、このボタンをね、リクエストアプローバルを押して、どんな画面が出てくるかによって対応が変わります。こんな風にドキュメントをよこせと、ね。中身を見ると、このドキュメントって、仕入れの書類、あるいはね、メーカーの方で販売していいよと言ってる許可の書類というのが必要になります。これ用意するのね、非常に大変です。ハードル高いです。でその他、このようにね、商品の写真を出せという場合もあります。これは商品を買ってね、写真撮って送れば販売できることが多いんで、この場合はね、商品がね、高くて、これ買って写真撮って許可出なかったらどうしようと悩むような商品でなければ、商品を撮って出すというのをお勧めしています。そして一番簡単なパターン、このセリングアプリケーションフォンブランドと、ね、このブランドの商品を売れますかというようなね、形で、ちゃんと Amazon のガイドラインを理解しているか、そのテストがあります。それにきちんと答えれば、出品できるという形です。このテストはね、この下の方にありますので、そのまま同じように書いて提出すれば OK です。このようにね、3種類あります。出品して、あるいは納品設定して、またわからないことができたらね、画面キャプチャーを書いてお気軽にご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。